ジェネシス。ジェネシスは、イングランド出身のロックプログレッシブロックバンド。1970年代のプログレッシブロック、全盛時代、シアトリカルなスタイルで地位を確立。フィルコリンズらを中心とした1980年代には、スタジアムロックを展開し世界的な成功を収めた。2010年、ロックの殿堂入り。1967年、 イングランド南東部にあるサリー州のパブリックスクール、チャーターハウススクールの同級生であった、ピーター・ガブリエル、ボーカル、アンソニー・フィリップス、ギター、トニー・バンクス、キーボード、マイクラ・ラザ・フォード、ベース、クリス・チュアート、ドラムスが在学中にバンドを結成する。5人のメンバーがグループとして揃うまで、それぞれは様々なバンドに参加していた。 1966年にピーター・ガブリエルはアンソニー・フィリップスと共にザ・スポーク・ワールドという郊外のセプロバンドに参加。この時ガブリエルはドラマーとして参加しており、このバンドでレコードデビューを飾っている。フィリップスは郊内のザ・アノンというバンドにも参加しており、このバンドにはマイクラ・ザ・フォードがいた。トニー・バンクスはガブリエルと個人的に親しく、 よく二人で曲を作っていた。ミュージシャン兼プロデューサー、ジョナサン・キングのプロデュースで1969年に、創世記でデビュー、録音時に、ドラマーは、チャーターハウスの旧友だった、ジョン・シルバーに交代。当時はアメリカに、同盟のバンドが存在したため、バンド名をアルバムジャケットにクレジットせずに発売したことや、ジョナサン・キングに気に入られようと、 BEGs を意識したサウンドだったため、評価はかんばしくなかった。プロ意識の欠如を反省したメンバーは、アートロックの方向性を強く意識し、練りに練った作品をリリースするようになる。1970年、大学進学のために脱退した、ジョン・シルバーに代わり、メロディーメーカー誌のメンバー募集広告に応募してきた、ジョン・メイ・ヒューがドラムを担当し、2作目となるアルバム、新入をリリース。 その後、アンソニー・フィリップスが健康上の理由で、脱退、一説には、ステージ恐怖症だったとも言われている。フィリップスの代わりにクワイエットワールドのメンバーであった、スティーブ・ハケットが加入。さらに、力量に問題があったジョン・メイヒューの代わりにフレーミング・ユーのメンバーだったフィル・コリンズが加入した。共に公募によるオーディションで選ばれたメンバーであった。初期のサウンドは、 トラットフォーク的なアンソニー・フィリップスの資質によるところが大きかったが、新加入のメンバー二人の個性がバンドのサウンドを大きく変貌させる。そして三作目にあたる、怪奇古島音楽箱、1971年でプログレッシブロックバンドとしての評価を確実。ピーター・ガブリエルの演劇性を持った独特のステージパフォーマンスもあって、イタリアで大人気となる。 1975年、ガブリエルが原爆のブロードウェイツアーの後に、プライベートな問題を理由に脱退。以降は、ソロとして活動している。その後は、3作目以降のドラマーであったフィル・コリンズが、リードボーカルも担当し、よりリズムを強調した、新しいプログレサウンドに変化する、フィル・コリンズがボーカルを取ることにり、ドラム担当として、ビル・ブルー・フォードが一時的に加入して、 ライブ活動に加わったりしたが、それ以降は、フランクザッパバンドなどで知られるチェスター・トンプソンが、準レギュラーとて、コンサートに帯同している。同時期に、フィルは、ブランド X に参加、当該プロジェクトにおいて、テクニカルなジャズ、フュージョンの可能性を追求したりもしている。さらに、ギタリストのスティーブ・ハケット脱退後は、ベーシストのマイクラ・ラザ・フォードが、 ギターも担当するというトリオ編成となったステージではダリル・ステューマーが準レギュラー3子マイクと同様楽曲ごとにギターとベースを兼任3人でレコーディングした1978年発表のそして3人が残ったではそれまでよりポップス色を深めアメリカでの人気を不動のものとするフォロー・ユー・フォロー・ミーがアメリカでもヒットした 1978年11月、初来日コンサート。フィル・コリンズは1980年代初頭からソロ、活動も行い、インジーアートゥナイト、恋は焦らずなどをヒットさせた。恋は焦らずは、モータウンヒットのカバーである。バンドとしては1984年に、ザッツ・オールがヒット。1986年の、インビジブル・タッチは、世界的な大ヒットとなり、 アルバムのタイトル曲、インビジブルタッチは1986年7月19日付のビルボードシングルチャートで全米ナンバー1となった。なお、バンドにとってこれは最初で最後の全米ナンバー1となった。その翌週、ジェネシスを1位の座から下ろして全米ナンバー1に輝いたのは、皮肉にもジェネシスを脱退したピーター・ガブリエルのスレッジハンマーだった。また、 インビジブルタッチからシングルカットされた混迷の地のミュージックビデオはグラミー賞で最優秀コンセプトミュージックビデオ賞を受賞。1980年代中盤からは各メンバーのソロ活動が活発になる。特にフィル・コリンズはソロアーティストとしてジェネシス以上の成功を収める。バンドとソロ活動に加え映画出演やプロデュース業もこなし。 世界で最も忙しい男と呼ばれた。フィル・コリンズは、またしてもモータウン・サウンドのトゥーハーツをヒットさせ、票を得た。1991年、久々の新作となる We Can't Dance を発表、相変わらず、世界的なヒットを記録する。その後、いくつかのライブアルバムなどを発表している。1996年、フィル・コリンズが脱退を表明。 公認のボーカリストとして、全くの無名だったレイ・ウィルソン、元スティルトスキンを、正式メンバーに、サポートメンバーに、ニック・ディバージリオス・ポックス・ベアードとニア・ゼットを迎える。1997年に、新生ジェネシスとして、コーリング・オール・ステーションズを発表する。ツアーサポートメンバーに、ニア・ゼットと、アンソニー・ドレナンを加えて、アルバムツアーを開始する。 イギリス本国やヨーロッパでは好評だったが、アメリカでのセールスに恵まれず、1998年にバンドは活動を停止した。2006年11月7日、フィル・コリンズ、トニー・バンクス、マイクラ・ザ・フォードの黄金期のメンバー3人による活動再開と欧州ツアーが発表された。2007年5月よりターン1等がゲインツアーを開始し、同年には、 ツアーの模様を収録したライブアルバムライブオーバーヨーロッパ2007を発表。2008年フィルが脊髄手術の後遺症で手の動きに支障が出ている事情がありレコーディングライブからの引退を表明。これにより現体制での活動が不可能になり解散宣言のない活動終了状態となった。2010年ロックの伝道入り 3月15日の授賞式では、フィッシュのトレイア,アナスタシオがプレゼンターを務め、フィル・コリンズ、トニー・バンクス、マイクラ・ラザ・フォード、スティーブ・ハケットが出席し、ピーター・ガブリエルは自身の公演のリハーサルと重なったことから欠席した。サポート。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。